おう、来たな。まずは一杯飲め。祝い酒だ。で、大神よ、おめえどうするつもりだ。花火のことだ。どうだ大神、そろそろ身を固めんか。花火もそれを願っているだろう。そうか、なら仕方ねえな。こういうことは他人がとやかく言うことじゃねえからな。だがよ、今から言うことはじじいの独り言だ。聞き流してもいい。俺は結局結婚もしねえでこの年まで来ちまった。カズマに山崎、そしてあやめくん、仲間を失って残されるもんの悲しさを知っちまったからかな。結婚して家庭を、家族を持つことに思い切ることができなかった。でも違うんだよな。お前たちを見ていてそれが分かった。別れの悲しさより共に歩むことの安らぎ、喜びの方が大切なんだってな。悲しみは乗り越えられるが、手に入れ損なった安らぎは二度と戻っちゃ来ねえ。大神、今は平和のことだけを考えていてもいい。だがよ、おめえを慕ってくれる人の気持ちも分かってやれよ。見ろよ大神、もう町は復興している。古いものはなくなり新しいものに変わっていく。人も同じことだ。俺は満足だよ。帝都のために戦ってたくさんの仲間も失ったが、おめえたちがいる、さくらが、エリカが、そして大神、おめえがいる。受け取れ、神道滅却はおめえが持っていろ。あいつらはおめえに任せる。おめえが総司令だ。ああ、頼んだぜ大神。支配人って呼んでくれよ。ありがとうよ。どなたにプロポーズしたのか聞いていませんでしたわよね。そうだぜ、結局風呂の後米田支配人に連れてかれてドタバタしちゃったからちゃんと説明してもらえなかったもんね。で、注意さん、本当は誰にプロポーズしたんですか。いいじゃないですか織姫さん、大神さんも困っているようですし。それは危険な。さくらはんかて、ほんまは聞きたいんやろ。アイリス聞きたい。お兄ちゃん、誰にプロポーズしたの。どうするんだ隊長、ここらではっきりさせた方がいいんじゃないのか。そうですね、いらぬ混乱を招く前に隊長から発表してください。何ですか？私たちのことはお仕事だったというのですか？もしそうなら隊長を軽蔑する。
もうよい。貴公は誰との結婚を望んでいるのだ。教えてください、大神さん。別に減るもんでもないでしょ。待って、説明していただけませんの。眩しく輝く。
我が胸に咲き誇る君よ花。Thank you.
命の花よ、君よ、花よ。Thank you.